こんにちは、四国メタンです。こんにちは、目的不明ズンダモンなのだ。本日のニュースはこちら。福岡、嘘通報、不起訴。嘘つき。去年5月、福岡市西区にて知らない人から刺されたと嘘の通報を受け、警察の業務妨害したとして20代男性が逮捕。8日に福岡地裁で裁判が行われましたが、起訴するに足りる証拠がないとして男性は不起訴処分となりました。証拠が足りない？通報時の状況を教えろなのだ。通報時、男性の腰には1センチの刺し傷があり、殺人未遂として事件捜査。その後の防犯カメラや男性の証言に矛盾があるとして偽計業務妨害で逮捕されたわ。自称して虚偽の通報、目的がわからないのだ。警察側は業務が増えて起こっていると思うのだけれど、民間人には一切の被害がない。正直裁判所側もこんな事件を起訴して裁判予算をかけたくないでしょう。捜査にかかった分の金額を将来納税してくれることを願うわ。以上、昭和なら警察が男性を原骨して終わりニュースでした。続いてのニュースです。博多湾、特定利用港湾へ戦艦まで。8日、福岡市の高島市長は博多湾が特定利用港湾に指定されたことについて説明されました。ちょっと待った、そもそも特定利用港湾って何なのだ？ざっくり説明すると、戦争の際に戦艦を円滑に動かせるように自衛隊と海上保安庁が関わる取り組みよ。あれ、日本は戦争開始の準備してる？日本が海外に先制攻撃することはないけど、防衛力強化のために国が博多湾を防衛線に指定したわ。国土交通省は民間利用を優先すると説明しており、市民の生活が大きく変わることはないそうよ。横須賀みたいに博多湾で戦艦が見れるかも。楽しみなのだ。地形的に福岡は韓国との距離がとても近く、今まで防衛線に指定されてなかったことが意外だったわ。現在は第三次世界大戦当たって耳にするほど世界情勢は荒れているし、心構えはしておくのだ。ちなみに日本が開戦した場合、博多湾には全く違う法律が適用されるわ。本当に自衛隊と海上保安庁は民間利用を優先してくれるのか？皆さんはどう思いますか？よければコメントください。定期。続いては新コーナー、ズンダのズンズンクイズ。この画像はどこ？答えは明日の動画で。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ですわ。